西高校ついて、これからソンシャンに行って金門島、これから金門島に向かおうと思うんだけどね、まあ、行ったことないのと、ガイドブック見ても情報が本当に少ない、2ページか3ページくらいしかないんだね。地図でいうともう大陸からほとんど近いというところで、台湾よりも中国大陸の方が近いんだよね。想像もつかないだけど、まあかなり大陸の文化とか食べ物も入ってるだろうし、すごいよね、日本から着いていきなり金門島に行って、まあどれだけのもの食べようかなと。金門島もやっぱり大陸のものが多く入ってんのかな。これからソンシャンから金門島に向かいます。気候も全然台北あたりと違うみたいだし、海もね見えるかな。金門島で何を食べるっていうよりも何があるのかな、ちょっとこう雰囲気すらよく想像がつかないんだね。かなり楽しみやね。まあ、これから国内線の空港ソンシャンに入って金門に行くと、多分金門に着く頃にはもう夕方になってるだろうけどね。
金門島は13時55分、13時55分と14時10分、ヒュエントン、这个两位到金门 1:55，登机门在楼上。啊，好，谢谢。金門島に行く飛行機に乗るけども、やっぱり軍人なのかな、この迷彩柄のね服を着た若い人たちがたくさんいるので、いや、
から金門島に向かう飛行機乗るけど、やっぱりお客さんだろうね、これ一緒の飛行機乗るのかな。迷彩服の軍人だよね、これ。若い人たちは一緒に待ってるもんね。あ、やっぱ軍隊っていうかね、徴兵があるんで、まあ、任務で金門島について、まあ、戻るのか、まあ、ふるさとに帰ってまた戻っていくのかね。日本にはないけど台湾にはね、軍隊があるからね、徴兵がね、その辺が違いがあるよね。一緒の飛行機に多分なるんだろうね、これ。金門に着いた。もう飛行機降りた途端のこの日差しが強いね。台北と全然違うし、空港からもう海が見えるんだよね。飛行機降りてそのタラップで下に外に出ると海がざーっと見えてきてる。これ綺麗だよね。これもだって外の感じがさ、日差しが強くて別のとこ来たみたいなね。タクシーがこっちかな。タクシーはね、バスもタクシーもこれで行くかな。あ、これが空港の外観ですか。やっぱ島だからって風がやっぱちょっとあるね。それにしても日差しが強いね。飛行機の中でもやっぱりその迷彩服の若者がたくさんいたんで、これ軍関係でしょうね。兵役があるんでね、徴兵された人の格好に任務があるんで、これどこ来てんだろうね。いや、しかしこうやって台湾から飛行機に乗って離島に来るのは初めてだけどね。こんな感じかな。バスとタクシーがだいたい町に向かってるんですね。軍用機場とかあるから、ちょっとそれっぽいよね。こっちにはないみたいね。あれはツアーバスかな。やっぱりこう台北とか、まあ、他のとこから来てツアーでね、こう回ろうっていう、あれもやっぱそういうね、その金門島に関係したようなものなんだろうね。もう早速空港出るだけでも雰囲気がね全然違ってくるんですね。まあ、台北から来ても全然違うけど、日本から来たらもっと違う。日本から、ね、台北経由でいきなり入ってるから全然違うねこれ。飛行機はもう2列3列の飛行機でね来たけど、まあまあお客さんはいたわ。ちょっとこっち行ってみようかな。
后面后开。啊，对啊。啊，是你啊。今日は暑い。あー、うまいね。日本の鉄。そうよ。今日は私は日本から来た。いや、暑いよね。私の、大学、専門。あ、そうですか。日本ですか。あー、はい、ですか。あ、はい。其实有时候金门有很多东西人家都没有去到那边。真的吗？要如果有机会我带你们。